NRI Voice、 こんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐野さんは2008年に NRI に入社されまして、現在は上級コンサルタントプリンシパルとして農林水産省をはじめとする公共案件や民間企業における食や農業の新しい取り組みを中心に支援活動をされています。このシリーズでは変革が求められる食と農をテーマにお話を伺っているわけですが、今回が最終回ということになります。今回のお話、佐野さん、どういったものでしょうか。はい、今回は日本の食産業の競争力強化に求められることになります。はい、全4回の、最終回となる今回はですね、今後の展望ともいえる日本の食産業の競争力強化に向けて求められることということですが、これまでにもそういったお話端々にありましたけれども、日本独自の流通システムにはまだまだ課題があるというところがやっぱり大きな問題。はい、おっしゃる通りです。ここのパートは少し話せればと思ってたんですけど、日本の特徴はですね、食品卸だとか卸売市場という真ん中の卸業界が非常に強いところが挙げられます。はい、それがいいか悪いかでいうと個人的にはいいことだと思ってまして、卸さんという方がいろんなメーカーさんなり生産者さんのものをまとめて、セレクトショップですよね。はい、はい、でそれを全国のスーパーさんにお届けする、そういう仕組みなわけで、それがないと中小のメーカーさんなんか特にビジネスがやれないんですよね。で結果的に我々、そういう基盤があるので、いろんな地域のものがスーパーで手に入る、もしくは同じ商品でもいろんなメーカーのちょっとした違いがいろんなものが楽しめるっていうのが、いいことだと思ってます。はい、一方で、はい、いろんなメーカーさんがいて、でいろんな地域からいろんな小売さんに流れる、でかつそこにですね、卸さんっていう、組織がいるんですけれど、はい、やっぱ人件費の問題だとか人手不足だとか、最近で言うと働き方改革みたいなところで、食産業全般すごい手作業が多かったりだとか、はい、現場で言うとやっぱり匂いがあるとか、そういうところを今の世の中にだんだん合わなくなってきてる、はい、そこを変えていくっていうのがこの多様な食を維持しつつ現代の働き方に合わせていくっていうのをしなきゃいけないっていうのが、課題領域です。そうすると他の先進国なんかだとその卸っていうのがなかったりそんなに強くなかったりするっていうことになると思うんです、裏返しで。日本の今後のためにその、学べるところってどういうところなんですか。一つはですね、日本の課題の裏返しなんですけれど、物流が一つ困ってるんですよね。欧米であれば、大きなメーカーさんが大きな小売さんにドカンとお届けするような、物流楽ちんなんですよね。で日本の場合はいろんなものを集めて、混載して運ぶと、それが一つ学ぶというか改善しなきゃいけない領域で、そこをどうやるかっていう話で言うと、やっぱりいろんなものがあるっていうのをどうやってこう極論するとデジタル化ですよね。今まではここに何があるで今度誰にどれを届けるっていうのが一定程度はデジタル化されてますけど、やっぱ人の手を返さないと最終的に物が動かない、それをいかに人を省力化して、やるかっていうのは課題領域というかやらなきゃいけないところの一つですね。その卸があることがいいというふうにおっしゃってましたので、そうすると、もう卸なんかやめちゃえドカーンっていうよりも、今あるこう日本独自のシステムをどう生かしていくかというか変化させていくかというか、より良くしていくかということなんですか。私はそっちの方が望ましいかなと思ってまして、卸の機能って物流と商流と情報流、金流とサプライチェーンマネジメントあたりがこう5大機能っていうふうに言われてまして、今先ほど物流の話を言いましたけど、商流の話も一つ取ってみるとどう生かすかっていう議論が出てくるかと思います。で例えば食品卸さんは農家さんと直接取引はあまりしないんですけれど、農家さんなんかは世の中にたくさんいらっしゃって、極論すると家族で経営されてるところが大半ですよね。でその方々って商流作る活動ってできない、もう農作業するので手いっぱい、じゃあそこをいかに農作業の時間を少しでも減らして、
省流構築を自分で効率的に携わってですね、効率化に協力いただく、みたいなところをまあやらないといけないかなと思います、うん、そうするとそのこの今ある日本のシステムのまあ基盤を維持するための戦略としてどういったものが考えられるんでしょう。一番重要な方向性としては、どこが競争領域、収益の源泉なのか、どこが協調領域、はい、ビジネスを継続するためにみんなで基盤で持ってていいものは何なのかっていうのをちゃんとより分けてですね、はい、基盤系はもうコストダウン、協力し合ってみんなで使う、はい、で競争するところにはどんどん競争するってことで資源を投資するっていう、ま、方向性をちゃんと業界で見定める必要があるかなと思います。なるほど。効率化はするんだけど競争も失わないようにするというか、はい、そこに言うと無駄に競争してる部分もあるんじゃないかということですかね、はい。なるほど。で具体的な課題として、3つあるそうですけど、どういったものがあるんですか。はい、1つ目はやっぱり農業分野になります、はい、農家さんやっぱりちっちゃいところが多くて、はい、まあ、家族経営っていうのがほとんどだったりするところで、まあ、そこを見直す必要があると思います、うん、これはどうしていけばいいんですか。その家族でやってるものが多いってなっていきなり全部ねどっかの会社が買収して大きくするっていうのもちょっと難しいと思うんですけど、徐々にですね、家族経営から法人経営っていうのにはシフトしています。でその法人にも2種類ありまして、はい、まあ、農家さんが単純に大きくなって農地が大きくなってっていうパターンと、はい、営業部隊を作って、そこに農家さんがぶら下がるっていうパターンがあるんですね、でちゃんとお客さんが求めているものを一定量お届けするっていうのはもうある種お約束になるので、はい、規模の経済がいるんですよね。なので農家さんまとまりましょうと、うん、だけどどういう商品をみんなで作りましょうかっていうのはまあ競争するところ、はい、でそれを知るにはやっぱり販売機能がないと競争領域は正しく判定できないと、うん、でどっちかというと作るところを今まずちゃんと量を揃えるっていうところが競争のようになってしまっているっていうのが、はい、農家側の課題かなと思います。なるほど。2つ目は何でしょう。課題2つ目はですね、物流ですね、はい、物流は全産業苦労されていると思うんですけれど、食は特に、まあ、改善が必要だと言われている領域ですね。そこの部分をですね、みんなで共同輸送っていうのがまあ分かりやすいキーワードですけれども、はい、みんなでうまく利用する物流基盤っていうのをちゃんと作っていかないと、そこにもコストかかって結局おいしいものにお金が回せないというような話になると思います、うん、個々にこう物流してるから場所も余って無駄に例えば物流の台数もかかったりとかそういうことですか。まあ、農家さんはどちらかというと、まあ先ほど言った卸さんに輸送を頼んでるわけですけれど、はい、卸さんのシェアもトップシェア数パーセントしかないんですよね、はい、同じ卸さんみたいなのがいっぱいいてですね、うん、でそれらが使う倉庫もいっぱいあるんです、はいはい、でそれは共有化されてないので、うん、特定のところに貨物が固まってたり、うん、で直近で言うとお肉なんかが余ってるんですよね、はい、ええ、でそれで倉庫がいっぱいですみたいなところもあるんです、はい、で、物がこう偏在化してまして、はい、倉庫いっぱいある割には使い切れてないっていうのが産業としての課題です。なるほど。まあ、そうすると本当はギガ倉庫みたいなのがあって、はい、そこにみんな来て取りに来るって言ったら楽なんですけど、はい、まあ、そうはいかないし行ってないっていうことです、はい、それをどうやってより効率化していくかと、まあ、ここはでも IT 化で結構なんかうまくできそうな気もしますけどね。おっしゃる通りで海外でいうとオンデマンドストレージっていうようなサービスが出ていて、ウーバーの倉庫場みたいな形なんですけど、はい、ここの倉庫空いてますよと、でネットで分かってじゃあここ使いますみたいな、はい、ネット上でもう倉庫が選べるっていうようなサービスなんですけれど、はい、今はないので電話をしてもしくは特定の会社とやり取りして、はい、うちだとここ空いてますというような範囲が狭いのでもうちょっと大規模に最適化の議論ができるといいかなと思います。そうするとここ最近広がってるシェアリングエコノミーの B2B 版っていうか、おっしゃる通りです、うん、トラックだとトランコムさんって会社ですとかハコベルっていう会社がやってるんですけど、はい、まだまだ食品までは手を出し切ってないんですよね、うん、食品は腐ったりだとか、うん、安心安全だとか、はい、一定程度プロフェッショナルが携わる必要があって、はい、それが食に次に出てくるといいかなと思います。なるほど。3つ目の課題は何でしょうか。3つ目の課題はですね、まあ、そういう業界構造が要因なんですけれど携わっている、まあ、生産者さんメーカーさんがもう少し資産を上げなければならないかなと思ってます、はい、先ほど言ったように農家さんで言うとやっぱりこれを作ったら売れるんだって、うん、あまり
過去の脈略もしくは市場での売れた実績をもとに今回の今年の生産を考えるという話になるんですけど、はい、結局過去の商品からの変革があまり進まないんですよね、うん、でよくそれプロダクトアウトって言われてますけども、はい、もう少し目線を上げると次 の, 楽しい食卓どうしようとか、うん、楽しい外食店を作るにはどうしたらいいだろうっていうところから商品開発が始められると、うん、作るものが違いますし売れるお客さんも定まってきますし、まあ、結果儲かるっていうような形でこう目線を一つ経営レベルマーケット目線みたいなところに上げていただけるといいなと思ってます。マーケットインになるというか、はい、そうです、ね、そのためにはどういう施策があるんですか。それこそ分かりやすいところで言うとデータですよね、はい、消費者データをいちいち見るような農家さんなかなかいないと思うんです。で、かたや今じゃ食べログだとか、はい、グルナビだとか、はい、どんなのが今流行ってるレストランなのと、はい、でそこで使ってる食材何なのみたいな頑張れば見える時代になってるんですよね。でそういう宝のデータがあるんですけれどそれをこうまとめてですねビジネスの参考にできるようなサービスっていうのも出す側も使う側も考えていかなきゃいけないかなと思います。そうすると食の生産者がこうマネージメント能力を身につける必要があると思うんですか。おっしゃる通りだと思います。今はどちらかというと製造者というか、うん、マーケティングというよりは従業員に近いような業界上の立ち位置に置かれちゃってると思うんですよね、うん、それを経営マーケッターっていうような目線に作る側が変わるのが重要だと思います。まあ、すでにできてるところとかはやっぱりその生産者の顔が見えてパッケージにそれが出てて販売してる野菜とか、まあ、あれのって結構マネジメントをこううまく活かしてるかな。あと EC サイトでこう地方から全国発送してるとか。おっしゃる通りだと思います、うん、やっぱり売り方まで多分誰に見られてるか消費者に見られてるかっていうところを意識してるのが、うん、一番最初の活動だと思います、うん、はい。ということで、全4回にわたって変革が求められる食とのテーマにですねいろんなお話を伺いましたけれども改めて最後に佐野さんから変革が求められるこの食との、まあ、農業ですよねについて改めて、お考えを教えていただけますでしょうか。はい、まあ、日本の食と農っていうところで言うと大きく7つのトレンドがありますっていうのをスタートでお伝えさせていただいていて、はい、緩やかに変化が、起きてると思ってます。でその変化を維持するためにも一旦海外のマーケットの、ビジネスで食いつなぐというかビジネスをちゃんと収益性のあるものとして維持させる。で最後今日お伝えしたような産業構造の基盤を変えていって持続的な食ですとか農が続いて、一消費者でいうといろんな食品があふれていて、うん場合によっては手頃に買えるというような現状が維持されると良いのではないかなと思ってます、はい。どうも佐野さん4回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。サッシャナビゲートでお送りしてきました NRI ボイス。今回は食というテーマでしたけれどもね本当にポテンシャルが高いなというふうにも思うこの食ですが、なんといってもねもう本当にすごく客観的に言って日本ってどこで何食べても美味しいでクオリティも高い見た目からも美しい。これまでは日本独自のすごい文化だったんですけれどもおそらく今後海外の人たちも求めていくものになるんじゃないかなというふうに思いますし、そこにすごく大きなポテンシャルがあると思うので日本のその食に対する飽くなき探求心みたいなものをうまく海外に伝えられると海外での日本のその食に対する意識もまた大きく変わってそれがまた日本の産業を育ててくれるんじゃないかなと4回お話を伺ってですね期待しちゃいました。そのための変化を恐れないということが大切そうですね。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックしてください。このシリーズでは全4回佐野圭介さんにお話を伺いました。またお会いしましょう。ナビゲーターはサッシャでした。